で10月からスタートいたしました箱新ウィークリーレビューです。函館新聞の記事1週間振り返ってお話しいただいています。さてこの時間ゲストにお越しいただきました函館新聞社執行役員編集局長の児玉正人さんです。児玉さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。番組ご出演は初めてになりますか？はい、初めてです。児玉さん函館ってどのくらいいらっしゃるんですか？去年の10月に函館に行きまして、はい、ちょうど1年なんです、はい、あ、そうですか、はい、その前はどちらだったんですか？その前は帯広で仕事をしてまして、はい、新聞ですよね。はい、十勝毎日新聞にいまして、はい、で去年の10月から函館新聞に、はい、出向という形で勤務させていただいています。そうなんですね、はい、普段のお仕事内容ってどういったところになるんでしょうか？紙面の全体的な構成を、皆さんと相談したりとか、はい、あと、間違いがないかとか、そういえば紙面チェックとか、ね、そういったことが主な、あんまり仕事してないからものすごい大きな責任がある仕事という感じですよね。帯広はそしたら長かったんですか？そうですね、十勝町入社は、26年目ですか。はい、はい、あ、そうなんですね、はい。そして函館にいらっしゃってということになりまして、今単身赴任でいらっしゃって。そうです、単身で、単身生活を満喫。いかがですか、お一人での生活というのは久しぶりになりますよね。そうですね、自炊もしながら、はい、時々函館の、はい、繁華街の飲食店を食べ歩きしたりとか、はい、そうですよね、せっかくの函館ですんで、はい、生活もぜひ満喫していただきながら、はい、過ごしていただきたいなと思いますけども、はい、さて、そんなですね、児玉さんお招きしまして、今週のですね函館新聞記事振り返っていくということになりますが、児玉さんまずどちらの話題からいきましょうか？じゃあ全国旅行支援が、政府の観光需要喚起策なんですけども、はい、これが始まって、初めての週末を、15日で迎えまして、はい、函館市内の観光名所も大変こう賑わいましたということですね。これは写真は JR 函館駅の様子ですけども、いや、なんかこんなにたくさんの人が集まっている様子っていうのは久しぶりに見ますね。そうなんですね、私も着任した昨年秋は本当にコロナ禍の真っただ中で人が浴びてなかった状況だったんですけど、はい、今年今見ると本当にすごいなというふうに驚いてます、はい、ようやくこう、ね、戻ってきつつあるなというような状況ですけども、やはりこの観光地ということでは函館朝市のでの取材の様子というのも、ね、書かれてますね。はい、五稜郭タワーとか、はい、朝市とか大変な賑わいだったそうでして、はい、外国人のお客さんも若干見られたようですね。いや、こちらね、いろんなところでもうお話しされてますけども、人気なところはもうあっという間にこの予約販売開始からお問い合わせものすごい増えてというところですもんね。そうなんですね、旅行支援、はい、11月からは函館のね、需要喚起策函館割も、はい、始まりますので、さらにお客さんも入るのではないかというふうに言われてます、あとこのプラスクーポンをいただけるっていうのもこれもまたいいですよね。そうですね、私もこの間道民割のクーポンを使わせていただいてちょっと旅行したんですけど、はい、なんか嬉しいですよねですからこれせっかくあるんだからということで、もともと予定していなかったお土産とか買う機会にもなりますよね。そうですよね、飲食にもなんか利用できたりとかするケースもあるんですかね、はい、という、 こう全国旅行支援導入後初の週末ということでですね、こちら16日の記事ですかね、はい、はい、これまた続きましていきましょうか。続きまして、あまりちょっと暗いニュースといいますか、はい、よろしくないニュースなんですけど、よくないニュースなんですけど、函館市内のこう70歳の女性が、はい、1億5000万円をこう架空請求詐欺でこう騙し取られるという事件がありました、
まあ、あの不動産会社をこう名乗る男から、はい、まあ、この女性のところにお電話があって、まあ、途中こう弁護士を語る男からも電話がかかってきて、まあ、完全、まあ、劇場型といいますかね、こう巻き込まれていってしまったんでしょうね。まあ本当気づいた時には遅かったと、まあ、大変ショッキングといいますか残念な事件ですね。いや、そしてこの金額の大きさにも驚きましたね。そうですね、私もあのここまで大きい高額がこうね、はい、事件があるんだなっていうのは正直驚きましたですね。1億5000万円ということですから、まあ、本当にその方にとってはですね、はい、一生のこう財産がこう、まあ、奪われてしまうという、うん、まあ、お気の毒な、気の毒なですね、こちらね、警察の方でも函館西署の方でも何かあったらシャープ9110に相談をということで呼びかけているということですが、いやですからこれまさか自分がっていうような思いの方も中には多くいらっしゃるんでしょうね。そうですね、私もあの80代の両親には注意してるんですけど、はい、とにかく知らない人からの電話には出ちゃダメだよと、うん、あとその、まあ、電話に出たとしてもですね、お金の話になったらこう真っ先に、まあ、詐欺を疑って次に電話を切ってくださいと、はい、まあ、こういう話はこう警察からもあの呼びかけがありますので、はい、あのまあ、こう電話をしていてこう内容がちょっと変だなと思ったらこう周りの方に相談するとか、そのシャープ9110に通報することがまあ大事なんではないかと。そこのやり口もこの老人ホームに入りたい人がいるからこう、ね、枠を貸してもらえないかとい こうすごくこう具体的リアルなお話になっちゃいますもんね。いや、その場面にあったらこう信じてしまいかねないような、うん、まあ、ストーリーで仕掛けてくるでしょうね。ですよね、はい、いや本当ね、これ道内今年最高額となっております。架空請求の詐欺事件ですね、はい、そして続きましてですね、児玉さん、次の話題ですが、こちら今度こう、まあ、大変地域にとってこう明るい昨夜の出来事なんですけど、はい、プロ野球のドラフト会議で私立高校の坂本選手が、まあ、ヤクルトの4位指名を受けたと、はい、ですね、いや、もともとこう全国的にも注目されていた選手で名前も上がっている中で実際指名はどうなのかなというところでありましたけども、4位ということですから、いや結構やっぱり有望視されてるんでしょうね。そうですね、はい、しかも奥尻町出身ということになりますからね。そうですね、あの、まあ、奥尻町 そのプロ野球選手では阪急ブレーブスの佐藤義則さん以来46年ぶりと、大変なこう出来事になるんですね。いや、そうですね、もう町もね大変にぎわっているという様子でしたけども、ですから奥尻町から高校が尻打ち野球留学というところだったんでしょうけども、はい、あの幼い頃からのエピソードというのも書かれてますね。そうですね、まあ、高速球を投げる投手ですけども、あの子供の頃はおとなしくて、うん、まあ、臆病な少年だったと、はい、まあ、昨日のこうスポーツ紙面に、はい、そういったその生い立ちとか詳しく載ってますね、はい、ということでどうですね、坂本投手の指名もありましたけども、あともう一方函館大学の選手も指名ありましたね。そうですね、あの、の方は竹下投手という方ですね。竹下選手ですね、はい、はい、楽天に育成3名3位で指名されたと、はい、で昨日もその函館大学で、まあ、そのドラフト会議の模様を見守って、まあ、先生方とですね、あの大変喜んでたというふうに伺っております、はい、
や特にまあ、道南もそうなんですけども、北海道全体で今回のドラフトは指名多かったですもんね。そうですね、まあ、それだけ北海道の、ね、レベルも上がってきてるのかなというところですけども、はい、こうしたね、北海道はそれこそ少し前までは甲子園でもまあ1回戦もなかなか勝てずにという中で駒大苫小牧が強くなって、しかも北海道のレベルというのも全体もおそらく上がったんでしょうね。そうですね、その中からの明秀日高校坂本投手もヤクルト4位指名ということで、これからプロでの活躍また楽しみですね。楽しみです、ということで、函館新聞今週のですね、いろんな話題というところでピックアップご紹介でした。さてその他ですけども、函館さん、函館、ま、近郊含めてイベントもいろいろとまたね戻ってきましたもんね。そうですね、ま、主なイベントとしては22日土曜日に、はい、道南フェスティバル、はい、シエスタ函館で、まあ、18丁 の、 その屋外テラスとか、はい、そういったブースをこう構えて、イベント、まあ、グルメとかですね、こう並ぶというふうに予定です、はい、あと、まあ、道楽10月予選、こちらは帝王でレパートリー午後2時からと、はい、ドーナー落語クラブ の、 その7名の方がこう落語の秋に寄席を開くと、はい、ことでしょうかね。こういったね、いろいろとイベントもあるという秋の函館ですけども、小玉さん、ね、こう函館にいらっしゃってまだ1年ぐらいというところですけども、そうしますとこの季節がようやくこう一回りしたという感じになりますかね。そうなんですよ、1年通してようやくその季節感というのは、はい、こちらの地域もようやく分かってきたという感じでして、はい、帯広にも戻られることはあるんですよね。まあ、家族に会いに、はい、まあ、1ヶ月に1回程度帰ったりしますけども、はい、まあ、函館はもう冬が暖かくて、うん、まあ、非常に帯広と違って暖かくて、まあ、過ごしやすいなというのは本当に正直感じています。まあ、夏もそれほど暑くもならず、はい、はい、過ごしやすい。帯広は夏暑くて雪も多いですか。夏は、まあ、33度から5度は数日間行ったりしますので、はい、こちらそこまではね、なかなかなくて。そうですね、クーラーなしでもこう生活できるっていうのは、はい、こう意外でした、はい、雪の量も多いんですね、帯広って。雪はまあ、たまにドカ雪とか降ったりしますけども、はい、こちらは溶けてもこう溶けてしまうのが、はい、すごく雪道を歩いていても、はい、こう凍ることなく、うん、滑って転んだりしなくていいなというのは思います、はい、そうしますとこれからまたね、さらに秋本格化していきまして2回目の冬ということに函館になりますけども、はい、そうしますといろいろ見たり聞いたりするものもいろいろと新鮮だったりしますよね。いや本当に新鮮で、はい、いやこれからもぜひ函館の生活満喫しながらいろいろとこうニュースまた紹介してください。いろいろよろしくお願いします、はい、今後ともよろしくお願いいたします、はい、この時間は